凍りついている。風になびく旗のみか。詩人だな。歌には最高の題材だ。壮大な叙事詩ができるかもしれないぞ。ある時、ライリア軍は尾根に沿って走る細く曲がりくねった道を抜けようとしていた。片側には凍結した岩肌が、反対側には切り立った崖がある危険な地形だ。柵がないなんて信じられねえな。帽子に積もった雪を落としながらガスコンが不満を漏らす。作る予定はあると、ガボール。どの程度の高さにするか決めかねていてな。なんだって？ドワーフの身長に合わせるか、それとも人間に合わせるかって話だ。もう20年も議論が続いてる。賛成派はというと。次の瞬間、突如として一匹のバルベガジが姿を現した。岩山から飛びかかってきたのだ。弓隊、かっこに撃て。腹を狙え。ライリア兵は手際よく怪物を始末した。だが面倒なことに、戦いの音が2馬車を引く馬を興奮させてしまったのだ。おい、待て。あ、くそ。旅車が何とかなだめようとするが、その甲斐もなく、後ろに乗る兵士もろとも荷馬車を谷の底に引きずり落とされてしまった。幸い、少し下の出っ張りで落下が止まるも、すぐにバルベガジが群れをなして辺りを取り囲んだ。誰か落下を見た者はいるか？生存者は？崖に身を乗り出しながら尋ねるネーム。俺は荷車の方を気にするね。ガスコンがそれに答えた。金貨を大量に積んでたからね。くそ。この傾斜と天気では簡単には降りられそうもない。縄を伝って降りることはできるが、鎧や盾、重い武器は持っていけないな。縄が持つまい。バルベガチはどうする？険しい表情の名武。探検で奴らの硬い皮膚を貫くのは無理だろうな。やってみるしかない。それか無視して先を急ぐかだ。人生は一度きりだ。名武はため息をついた。ガスコ、志願者を集めろ。すぐに降りるぞ。ほどなくして、そこにはバルベガジの群れが待つ足場へ縄を伝って降りる名武の姿があった。羊毛のシャツ一枚のみを身につけて兵の救出に向かったのだ。慎重に戦え。なんだい。はあ、剣と盾なしにはバルベガジの攻撃を受け流すことなど不可能だ。故に名武はバルベガジが繰り出す疾風迅雷のごとき攻撃を避けることに集中した。そうしてその間、目に、耳に、そして口に攻撃を的確に命中させたのだ。最後の一匹が死に至ったところで、名武は粉々になった荷馬車のもとに近づいた。荷台に乗っていた兵士は全身に打撲と凍傷を負っていたものの、命に別状はないようだった。陛下、てっきり置き去りにされるものかと。良き君主は兵を見捨てないものだ。財宝もね。金貨の詰まった箱を縄に縛り付けるガスコン。そうして一行は無事山道に戻った。名武にとって兵士から送られる称賛の眼差しこそが、その戦いで得られた最高の褒章だったことだろう。
げたぞ、グラッパーだ。今日はいい風が吹いてる。何です？温まっていいな。
ニルフガード人の頭が大豊作だな。石を口で受けたことはあるかい？食いすぎたんだ。苦しまないよう手早く済ませよう。足が揉めそうだ。何やってんだ、こいつに触るな。
岬から白目だけを狙ってみせよまだ間に合います。引き返しなさい。おい、酒がぬるくなっちまう。陛下は必ず北方を取り戻してくださる。ある時、名武はドワーフの葬儀に出くわした。それは様々な自由で命を落とした炭鉱夫たちの合同葬だった。鉛の棺が雪原に並べられ、ホップの実でこしらえた花冠がその上に置かれている。参列者たちは墓掘り人が仕事を終えるのを待っているのだが、地面が凍結しているため思うように作業が進まない。そんな中、亡くなった炭鉱夫たちの頭領が岩の上に飛び乗り演説を始めた。だが彼はすぐに参列者から怒号と罵倒の嵐を浴びせられることとなる。分かっててやらせたな。蒸気が出ることに気づいてたのに、爆発が起きるまでホルドをやめさせなかったんだ。どんな犠牲が出てもノルマの方が大事なんだろう。この人殺し、恥を知れ。参列者の一人が氷のつぶてを拾い上げ、頭領に向かって投げつけた。つぶては男の頭に当たり、地面に血がほとばし、つぶての次には岩が続き、その次にはレンガが宙を舞った。そのまま放っておくとドワーフの男は命を落とすだろう。名武は決断を迫られた。急がねば手遅れになると感じた名武は馬を走らせて墓地に駆け込んだ。群衆をかき分け、男の前で馬を停止させる。的の前を塞がれた人々は一旦手を止めざるを得なくなった。落ち着け、静粛に。彼の罪は法廷で裁かれるべきだ。しかれば。名武が話し終えるのを待たずして大きめの岩が放り投げられた。その岩は名武の胸を直撃し、危うく彼女は蔵から落ちそうになる。それを見たライディア兵が槍を構え、剣を抜いて怒り狂う参列者に飛びかかった。ギナウクローエ、イスベルが大声を上げ、彼女の手はまばゆい光を放ち、ドワークとライディア兵の目を共に絡ませた。あなたたち正気なの？ここは死者を弔う場所なのよ。今すぐ武器を下ろしなさい。イスベルの魔法と言葉のどちらがより大きな効果をもたらしたかは定かでない。いずれにしても双方とも急に戦意を失ったのは確かだ。名武は安堵のため息をつき、そして気づいた。イスベルが間に入っていなければ、墓地におびただしい血が流れることになっていたであろうことを。
少しどうかしてた。間に入ってくれて助かったよ。騒ぎになるだろうと思ってたんだ。騒ぎになるだろうと思ってたんだ。少しどうかしてた。間に入ってくれて助かったよ。ライリア軍はマハカムの中でも最も高い山頂を訪れた。一層深くなった雪が一同の足を奪い、冷たい空気が彼らの肺を締め上げる。メーブは額から汗を拭い、レイナードの方を振り向いた。その岩場で少し休憩を。その後に続いたメーブの言葉は突如鳴り響いた轟音によってかき消された。山全体が低いうなり声を上げ、音が岩にぶつかって反響し、徐々に大きくなっていく。ライリア兵たちは周囲を見回し、大混乱に陥った。そのため多くの者がガボールの警告を聞き逃した。どこでもいい、岩の後ろに隠れろ。急げ、早く。ガボールの視線の先に目をやったメーブは思わず絶叫した。山際に積もった雪が雪煙を上げ、まるで波のように押し寄せてきたのだ。メーブは身動き一つ取る間もなく純白の津波に飲み込まれた。その後に彼女が感じたのは寒さと言いようのない恐怖だった。だがメーブは生き延びた。ライリア軍を助けに来たドワーフたちに雪から掘り起こされ、一命を取り留めたのだ。しかし全ての兵士がメーブのように幸運だったというわけではない。掘り出された遺体は皆青く凍りついていた。人間だけではない、多くの馬や荷車が同様に失われたのだ。メーブの顔に流れる涙が瞬時に凍りつき、やけどのような痛みをもたらす。救出に来たマハカムの守衛隊長といくつか言葉を交わしたガボールが浮かない表情を浮かべてメーブの元に近づいてくる。どうだ、何か分かったか。まあそうせいくな。まずは何か口にした方がいい。温かい飲み物でもどうだ。ガボール、ここで何が起こったのか一刻も早く知りたいのだ。一言で言うと雪崩だな。あれが雪崩であることくらいは分かっている。原因は何だ。最初の音は何だったんだ。あれは角笛の音だ。俺たちのな。つまりドワーフがあの雪崩を引き起こしたというのか。ああ、だが俺たちに気づかずにだ。手短に話せ。俺たちドワーフは定期的に山をきれいにしてるんだ。人間だって屋根の雪かきをすることがあるだろう。じゃないと押しつぶされてしまうからな。雪が深くまで積もったら角笛を吹いて意図的に雪崩を起こすんだ。そうすれば少し掃き掃除をするだけで道が安全になる。話は分かった。だがどうして我々が通過している最中に雪崩を起こそうと思ったのだ。俺もそれが腑に落ちねえ。予定じゃ次の雪崩はまだ先のはずなんだ。どうも誰かがそれを早めるよう指示したらしい。誰だ。言ってもいいが先に約束してくれ。絶対に。誰なんだ。そのオウェイン・エプ・クレンウォッグだ。ニルフガードの特使だよ。きっとヤツの大将を攻撃したことへの報復だろうな。けどおめが、レナド、レナド。おい待てって。あんたが怒るのはわかるが、オウェインが俺たちを巻き込ませるためにわざと雪崩を起こしたかどうかは立証のしようがない。きっと何も証拠を残していないはずだぜ。そんなことはどうでもいい。やつを探し出し殺すだけだ。それからどうする。ブルーバーにどう伝えるつもりだ。メーブ、正義はあんたの側にある。だがここは自重すべきだ。でないと手ぶらでマハカムから叩き出されることになるぞ。まもなくして
ウェインが事故現場からすぐ北に野営を張っていることが石膏の報告により判明する。メーブは決断を迫られた。全てを投げ打ってまで帝国の使者に報復すべきかどうかを。